まあ、でも司法書士の仕事活躍の仕方って結構いろんな、うん、うちの合格者とか見ててもでかい事務所に勤めたりとか、うん、法人であのパートナー社員を目指すっていう人もいたりとか、あとまあ普通の一般企業の法務部とかで働きたいとかっていう人もいたりして、活躍の仕方ってね、営業独立開業ばっかりじゃないと思うんだけど、多分みんなよく聞かれるのが、独立開業ってどんな感じで仕事するのっていうのがみんな見えない。よくなんかね、免許証、免許センターのあの人ですかみたいな、いや免許証の人だよって行政書士だからみたいなね、言うんだけど、なんか、うん、じゃあ司法書士の個人事務所ってどんな感じなのかなって、個人事務所ですよね、はい、あの平成20年に開業して、うんうん、で、まあ、あの所長としてね、うん、事務所開業した時って、うん、まあ、いろんな人に挨拶したりとか、あ、最初はね、うん、あのまずはベテラン先生にご挨拶行きましたよ、ね、まあ、開業しましたんで、仲介とかの、そうそうそう、うんうん、であとはやっぱり事務所構えましたってだけではね、うん、お客さん来てくれるもんではないから、うん、まあ、最初私がやったのは、うん、あの知り合い、自分の中学時代の友達が銀行の融資係をやってて、うん、で、うん、で、うん、美味しい、なんかそれも利用しないと言わないみたいな感じで、うん、まあ、あの、うん、そこの銀行の、自分のその方の、ね、上司を教えてもらって、うん、で、まあ、幸いその人がじゃあ多支店も紹介してあげるよみたいな感じになったから、うん、あの多支店にご挨拶行って、まあ、まあその時は多分 3,4 支店ぐらいからは登記が発生したらすごい、うん、いただくみたいな感じになって、ただやっぱりね、あの銀行さんとの付き合いって担当者が、うん、転勤しちゃうとね、変わったりもするから、なかなかまあ難しい部分はあるから、今度他の銀行みたいな感じで、ただ一方的にね、仕事ってもらえるものではないから、まあこの話はあれだけど、持ちつ持たれつみたいな。でもそれはね、結構ね、あのね、他の資料の人とか先生方からもお仕事ね、あのいただいたり、あの、うんうんうん、持ちつ持たれつっていうところは結構、そうそうそう、うん、特に他事業で言ったら、うん、土地家屋調査士とか、うん、税理士とかね、弁護士とか、うん、そういった人たちと、ね、横のつながりじゃないけど持っておくと、うん、お互いね仕事振り合えてやっぱりね、いいよね。なんか結構最近の合格者だと、うん、受かった後、うん、いろんな事業の先生で勉強会みたいな、うんうん、事業の中ね、であの飲みつつ、あのちょっと改正があったりすると、うんうんうん、みんな税法の改正があったら税理士さんから教えてもらったり、うんうんうん、会社法の改正があったら司法書士からちょっとなんかその勉強会グループみたいなものがあったりして、うんうん、でそういうところに顔出してるっていう、ね、そういうの大事だよね。結構大事、うん、このつながりって結構大事だと思う、大事それは司法書士の同期のつながりもそうだしね、うん、そうね、うん、で特にね、うん、相続ってあのやっぱり司法書士だけじゃなくて他の業種との関わりって結構出てくるんだよね。そうそうそう、うん、税金は司法書士じゃできないから、うん、どうしてもね税理士さんとつながらないといけない部分があるんだけど、うんうん、あの相続って最近すごい増えてる、うん、もう最近すごい相続案件は多くて、うんうん、で登記だけじゃないのよ、うん、あの相続の依頼を受けると最近受けた相続で、うん、もうすごい今だいぶ広がりを見せてて、うん、あのまず、あのそうね、亡くなった方の奥さんがやっぱ自分じゃできないってことで、うん、その親戚の方からまず私に電話かかってきて、で、まずその亡くなった旦那さんだよね、うん、旦那さんは遺言書、うん、残してた、でそれが公正証書遺言じゃなくて、うん、自筆だったんだよね、うん、そうすると遺言の兼任必要になってくるじゃない、うん、なのであの遺言の兼任の手続きをまずやってあげて、うんうんうん、でその遺言の内容が奥さんに全部っていう内容だったから相続登記してあげて、うん、であとは旦那さんの、預金口座が残ってるから、うん、その解約手続きをやってあげてとか言って、うん、で、まずその旦那さんの件は終わったのね、うんうん、でもその奥さん今度、うんうん、ご兄弟いっぱいいるんだけど、うん、子供がいないの。あ、はいはいはい、そうすると、はいはい、そのまま何もしておかないと、うん、相続発生した時にね、うんうんうん、あの親ももう亡くなってるから兄弟に行く、うん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 、それだからあの遺言残したいって話になって、ね、うん、だから公正証書遺言を、うんうん、じゃあ作りましょう、うんうん、って言ってこの間公正証書遺言のサポートやって、うんうん、承認にもなって、うんうん、で遺言の中にあの遺言執行者にも執行者、うん、してもらってるのね、うんうん、で、それのみならずもうホームに入るからって言って、うん、土地建物売りたいですって話になって、そっか、うんうん、でその土地建物売るにも、ね、不動産屋さん分かんないから、ね、不動産屋さん探しをしてあげてみたいな感じですごい広がりを見せてて、うん、なんかあの司法書士って登記だけじゃないんだなと、まあね、いろんなこときっかけに、うんうん、
ね、いろんなことができて、で、まあ、その不動産探しをしていると人脈も広がってくるし、うんうん、不動産屋さんから登記の依頼が来たりっていうのもあって、うんうん、だから相続って、まあ、今これから ね、 ありがたい、ね、業務だなって、法改正も、ね、あるし、そうそうそう、であと割となんかその相続登記もそうだし、うん、成年後見とかね、うんうん、高齢化とかで、うんうん、割と成年後見のスタイルもこれからどんどん変わっていくと、ね、うん、思うんだけど、あと信託とかね、そうそうそう、家族信託なんかは最近熱いよね、なのでなんかまあ一生勉強だね、そうそうだ、ただね、やっぱ愛なんだっけ IT じゃなくて AI か、うん、AI、うん、AI にとって変わられるんじゃないかって心配してる人がね、うん、やっぱり仕事に対してもあるんだよね、うん、ただ私が思ってるのは確かに登記だけを見たらね、うん、まあ、パソコンでできちゃうことだから、うん、ちょっと難しいかなとは思うんだけど、うん、ただ就活ってコンピューターじゃできないことだと思うの、うんうんうん、ね、終わりの活動、その人がどうしたいかって、うん、もうちょっとケースバイケースね、うん、その人の最後に寄り添うみたいな、そう、ね、やっぱりね、家族関係っていっぱいあるし、うん、人それぞれ全然事情違うから、うん、どういうふうにしたら揉めないのかとかね、うんうんうん、自分はどうしたいのかとか、うん、そういう意思、うん、それを表すのにサポートしてあげる仕事ってこれは絶対人間しかできないことだから、うん、その意味では、うん、絶対こう AI にとって代わられて仕事筋がなくなっちゃうみたいな、うん、っていうのはないと私は思ってます、ね、まあ、でも随分、うん、すごい昔から、ね、考えると、うん、司法書士の活躍、昔は登記だけだったけど、うんうん、どんどん広がりを見せてるしね、うん、そうそう、だから本当に人助けができる仕事で、うん、直接ね、お客さんからありがとうございましたって感謝してもらえる仕事なんだよね、うん、そうそうそうね、ことぶき産業とも言うよね、うんうん、だからやっぱりね、こうやりがいはね、うん、すごいありますよね、うんうんうん。